はい、シューチャンネルのシューです。久留米の平田ナーセリーに来ました。天気がいいんでですね、ちょっといい苗かなんかがないかなと思って覗き来ました。ここね、久留米は植木センターっていうのかな、緑化センターっていうのがあって、平田ナーセリーも結構設備にお金かけてね、しっかり作られてる、店舗になります。市内の方に比べても相当大きいかな。今ですね、トマト苗とか、キュウリ苗が入荷したっていう旗があるんで、なんかね、白いトマトとかチョコレート系のね、色のトマトとか珍しいトマトがないか、探してみたいと思います。一応店舗なんでね、動画撮影しちゃうと、ね、どっかのお店の人じゃないかと思われて、もしかすると店員さんに注意されるかもしれないんで、店内の撮影はできないので、買ってきた苗とかね、ちょっといろいろ感想だけ、述べていきたいと思います。以前はいろいろ参考になるものもいっぱいあったんで、すごい楽しかったです。最近はね、ちょっと遠いんであんまり足を運ぶことがなかったんですけど、はい、バイクでツーリングとかした帰りによく寄ってたところです。それでは店内中覗いていきます。はい、お買い物終了です。車の通りも多いね、道路に面したところで、非常に販売スペースも広くてですね、野菜苗も探してたですね、黒いミニトマトがあったんで、思わず2株若干高めでしたけど買ってしまいました。まあ継ぎ木なんでね、いいかなと思います。買った苗がね、この黒丸くん、もうね、実がなってるっちゃなってるんで、まあ、すぐ植えなきゃいけないでしょう。もうね、植える適期は過ぎてるから、苗がね、くたびれる前の購入ということになります。もうちょっと早く植えたかったかな。今ちょうど奥さんもさっき見てね、気になったアジサイかな、買いに行ってるんで、そうね、やっぱいろいろ欲しくなりますね。まあ自分みたいな人間にとってはパラダイスですな。おしゃれなね、あの道具とかも結構売ってあって、特にね、野菜苗もお花も非常に、いっぱいあって魅力的でした。あと3月の17日だったかな、さっき言ってたのがにリニューアルして、中も綺麗になってます。設備自体もこれ何千万もかかるでしょうね。ひたすりゃ置くかな。で結構で、まあ、なんだエアープランツ、空気だけで育つやつとか、あと、まあ、ハーブの類、それとまあ、紫陽花もバラもで、ツツジとかですね、椿とかも、久留米は、産地なんで、いろいろ珍しいのがありました。まあここの店舗に来たらいろいろ揃ってますんで、他の店舗行かなくても一通り揃うかなって感じです。ただですね、若干値段は2割3割ぐらいは安いとこに比べると高いんで、お金に余裕があれば欲しいものがいっぱいあるかなっていう感じでした。ただ来る価値はすごいあってですね、大野城とか他の店舗と比べても格段にいろいろなものが揃っててですね、お金があればいろいろ欲しいものがありました。あとはちょっとね、今日買ったトマトも植えて、まあ奥さんがね、紫陽花買ってきたらちょっと
植え替えしてあげてですね、そのうち、今年からは、植えるとこ作って挿し木でどんどん増やしていこうかと思います。はい、以上平田ナーセリー久留米店の、レポでした。すごいいいお店なんで、ぜひ近くの方は寄ってみてください。黒いトマトはね、他のところ売り切れてて売ってるのここしかなかったんで良かったです。あとね、白いトマトなんかも世の中にあるんですけど、そこまでマニアックなのは置いてなかったですね。はい、以上、シューチャンネルからでした。どうも。